はい、皆さんおはようございます。ただいまの時刻、午前8時です。今回は江ノ島、東浜の方へ、やってまいりました。またですね、一通りざっと海の家を、見ていきたいと思います。朝早いのでまだでも早い人は早いですね。海の家は一生懸命、着々と、準備中です。おお、テント張る場所もなんか考えないといけないですね。ここはビーチステーション。まず江ノ島の方に近い方の方の海の家からちょっと見ていこうと思います。ここもハウスですね。ビーチハウス、石まさってなってますね。でその隣が、海の家江ノ島で、更衣室とかロッカールームとかあるんでしょうかね。おはようございます。ここが、ポパイですね。ロッカールームあるし、シャワールームがどのあたりあるのかね、ちょっと分かりませんけども、その隣が、ここは何でしょうか。海の家のあれがちょっと分かりません、名前がね。はい、どこも、コインロッカーなのかな、あれロッカーって。コインロッカーだと、じゃあなさそうだよね。コインロッカーだと1回しか、入れられないですからね。ここが、おはようございます。食堂ですね。カツ丼やら焼きそばやらいろいろ。おっと、激震の巨人って、あのアニメなんでしょうかね。 YouTube の動画を見ると結構アップロードされてましたね。はい、雨が降らなければいいでしょうね。砂で作ってありますからね。はい、この隣の方も、結構紀ノ国屋旅館って書いてありますね。はい、今度はですね、反対側の方、見に行きたいと思います。反対側の方ですね。ビーチパラソルどのあたりがいいのかな、全然よくわかりませんけども。とりあえず海の家は一箇所借りて、あとはまた、サマーベッドと、ビーチパラソル、ビーチパラソルは借りたいなと思ってます。結構足取られますね。ここにポツンポツンとあるのが、サマーベッドと浮き輪とか、ビーチパラソルとかをレンタルするみたいな感じですね。ポパイ家は後で、今回はですね、このポパイを利用してみたいかなと思っております。
テントはみんなどのあたりを、ビーチパラソルテントね、どのあたりなんでしょうかね。ここが、イベント用のステージみたいですね。イベントス、マイアミセンター上新亭って、海の家ですね。でそのいやーゴミ収集場所すごいなこれ、男子シャワー更衣室とか、ここは、いろんな、小さなお店が集まったフードコートでしょうかね。はい、フードコートになっております。はい、浮き輪やら何やらいっぱいありますね。今一生懸命、何時から始まるのかな、大体9時ぐらいですよね、大抵のところは9時スタート。更衣室個室完備、ドライヤー、ロッカー、いろいろ、あります。その隣の方も、亀屋って書いてありますね。でここは笹船、もうそろそろ、終盤、一番端の方まで来ましたでしょうかね。ちょっと腕も疲れてきました。はい、ビーチの一番、端っこまで、来ました。はい、江ノ島の東浜海岸は、こんな感じのところです。